週末映画情報シネマキン。週末映画情報シネマキング第68回目スタートいたします。案内役は映画でナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人の川本明がお届けします。今回は7月14日金曜日、そして15日土曜日、合わせて10作品以上紹介していきたいと思います。まずは7月14日金曜日公開、銀魂から紹介いたします。最初に紹介するのは銀魂。この作品は空知英明原作による大ヒットコミックを小栗旬主演で実写映画化。菅田将暉、長澤まさみ、橋本環奈、岡田将生、柳楽優弥らが共演しております。宇宙人に支配された江戸でよろず屋を営む侍坂田銀時と仲間たちの活躍を描いていきます。銀魂、7月14日金曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはカーズクロスロード。この作品はカーズシリーズ第3作、車の世界を舞台にした圧倒的なスケールのアクションと人間よりも人間らしいキャラクターたちによる人生の岐路クロスロードと仲間との絆のドラマを描いた感動のアドベンチャーです。カーズクロスロード、7月15日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはパワーレンジャー。この作品、日本で生まれアメリカで育ったヒーローがついに日本に凱旋。ハイクオリティに描かれるアクションと歴戦のスタッフによって描かれるドラマ、最新の映像技術を駆使してリブートしたアクション大作です。パワーレンジャー、7月15日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは劇場版ポケットモンスター君に決めた。この作品、人気アニメポケットモンスターの劇場版第20作目となります。テレビシリーズ放送開始20周年を記念し、第1回放送のラストシーンでサトシとピカチュウが誓った鳳凰探しの冒険を完全オリジナルで描く劇場版アニメです。劇場版ポケットモンスター君に決めた、7月15日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは二人の旅路。この作品、桃井かおりと一世尾形が夫婦役で共演。二人にとってはロシア映画太陽以来約10年ぶりとなる外国映画での共演です。北ヨーロッパの美しい国ラトビアを舞台にユーモアと切なさにあふれた物語が展開していきます。二人の旅路、7月15日土曜よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのは彼女の人生は間違いじゃない。この作品、さよなら歌舞伎町、バイブレーターなど日本映画界が誇る名匠広木隆一監督が出身地の福島に暮らす人々を描いた処女小説を自身のメガホンにより映画化した作品です。ヒロインのみゆき役にグレートフルデッド日本で一番悪い奴らの竹内久美、そして父親役には水石健のほか高良健吾、柄本時生、篠原敦らが脇を固めております。彼女の人生は間違いじゃない、7月15日土曜より伏見ミリオン座ほかで公開です。続いて紹介するのはノーゲームノーライフゼロ。この作品、神谷優の人気ライトノベルが2014年にテレビアニメ化され大ヒットを記録。そのノーゲームノーライフの劇場版となります。テレビシリーズの約6000年前を舞台に大戦を生き抜いた少年少女の物語が展開していきます。ノーゲームノーライフゼロ、7月15日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはアリーキャット。この作品は窪塚洋介とドラゴンアッシュの古谷健二が共演し、孤独な元ボクサーがひょんなことからバディを組んだ男と一緒にある女を守るべく奮闘する姿を描いたクライムドラマです。監督には榊英雄、発光のヒロイン役で市川由衣が出演しております。アリーキャット、7月15日土曜よりセンチュリーシネマにて公開です。
続いて紹介するのはきらめく白紙の音。この作品、耳の聞こえない両親を中心に営まれる家族の日常を娘のイギル・ボラ監督が描いたドキュメンタリー映画となります。山形国際ドキュメンタリー映画祭2015アジア千波万波部門で特別賞を受賞した韓国映画です。きらめく白紙の音、7月15日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのはハロルドとリリアン、ハリウッドラブストーリー。この作品はハリウッド映画の黄金期を支えた絵コンテ作家の夫と映画リサーチャーの妻の半生を追ったドキュメンタリー映画です。鳥、卒業などの傑作を支えた職人夫婦の驚きの技と愛情に満ちた日々が感動を呼びます。ハロルドとリリアン、ハリウッドラブストーリー、7月15日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのはオリーブの木は呼んでいる。この作品は祖父が大切にしていたオリーブの木を取り戻すためスペインのバレンシアからドイツへと向かう孫娘と仲間たちの旅を描いた感動ドラマです。オリーブの木は呼んでいる、7月15日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのはハートストーン。この作品、羊村の兄弟、好きにならずにいられないといった国際映画祭で高い評価を得ているアイスランド映画、その北欧アイスランドから届いた優しく心にしみる青春映画の終作です。メガホンを取ったのはこの初長編作品が各国の映画祭で絶賛されている若き俊英、ズムンドゥル・アルナル・グズムンドソン監督。アイスランドの美しく雄大で寒雅な自然が広がる漁村を舞台に、少年たちの儚く繊細な感情を残酷なまでに切り取った監督の自伝的ラブストーリーが展開してきます。ハートストーン、7月15日土曜より名称劇場にて公開です。はい、いかがでしたでしょうか。夏休み映画ですね。もう7月、暑い夏、暑い映画を見て、映画熱してみてください。それではさようなら。